さあ本日はこちらのゲーム、ドッカンバトルやっていきたいと思います。リセマラですね。リセマラをちょっとやってるんですけど、まずねプレゼント、まあ、一括でちょっと受け取っていきますと、はい、今、まあ、ガチャやっていくんですけど、今、まあ、ドッカンフェス、まあ、来てるんで、まあ、こちらをね回していくと、でまあ、何でそのガチャをやっていくかっていうと、まあ、自分はなんですけど、まあ、こちらでちょっとやってる感じですね。ちょっとピックアップ見ましょうか。まあ、限定キャラをちょっと狙っていくんですけど、まあ、狙ってるのは、まあ、ガンマ1号と、まあ、クーラですね。クーラの最終形。あとは、まあ、できる限り、まあ、フェス源のキャラをちょっと狙っていきたいなと、まあ、クーラとガンマ1号はちょっと欲しいなっていう感じで回してるんですけど、まあまあそうなかなかね簡単にはいかないと、まあ、一応提供ね割合ちょっと見ておきましょうか。今通常、まあ、SSR ですね。SSR はまあ 10% で出て、まあ、ピックアップされてる、まあ、10種類ですね。まあ、5% で引けるという感じになってますね。今無料分の、まあ、3回引いたら1回無料で引けるんですけど、まあ、これは確率一緒と。まあそのなんていうんですかね、まあ好みがあると思うんで、でまあこっちはですね、まあ GT のキャラがまあ出たりとかする感じですね。でこっちはガンマ2号が入ってると。で今ですね、まあ、高いんですけど300でまあ77連ガチャができるという感じ。まあ、こんな感じのキャラクターが、まあ、入ってますよと。結構種類入ってますよね。自分はちょっと低い保険はないという感じですかね。でまあちょっと引いていくんですけど、この、まあ、ドラゴンボールのドッカンバトルですね、これダウンロードするときに自分もちょっと困ったんですけど、なんていうんですかね、そのダウンロード完了のところまで、そこから先進まない状況っていうのがあるんですよ。でこれまあ、時間が経つとダウンロード失敗とか出て、もう一回、ダウンロードし直す感じになるんですけど、でダウンロードできてるところは、まあ、スムーズに進んで、
ント新しくダウンロードするところからまた時間がかかるっていう感じで、それをね結構 何回も繰り返していって、で最後まで行くじゃないですか。最後まで行って、例えば数は忘れたんですけど、例えば156分の156まで行ったとしたら、そこでね、その先に進まないっていう現象が起きるんですけど、その状態でね、多分自分でまあ3分とか5分ぐらいですかね、その状態をで放置してたら完了っていう形に最終的になったんで、ダウンロードなかなか進まないっていう状況でも、多分ですよね、内部的に処理してる状況じゃないかなと思います。このアプリの中 で処理が全部終わった時点で、まあ、ダウンロード完了と、まあ、数字的にはもうその完了っていうのはなってるんですけど、内部的にまだ処理が終わってないということで先に進まないという感じだと思います。まあ、言ったらその完了が出るまで放置すると、で失敗が出たらまたやり直すっていうか、その再ダウンロードというか、何て言うんですかね、再度ダウンロードするみたいな、まあ、そのボタンを押していくだけなんですけど、それを繰り返してやると、まあアンインストールしてインストールする必要はないという感じですね。そのダウンロード終わるまではとにかくそれを繰り返して、で最後まで行ったらそこでちょっと待つという感じですね。それでまあダウンロード完了はできると思います。さあ、まあちょっとね話が長くなったんですけど、まあクーラとガンマ1号ね狙って、あとドッカンフェスの限定キャラも、まあ、何体か出たら嬉しいなという感じで、まあ、あるだけちょっと回せるだけ回していこうかなという感じですね。行きましょうか。さあ、お願いしますと。さあ、ドカンバトル久しぶりだから、本当に。これで終わりだと。さあ、大事な、お、いいじゃないですか、フルパワー一発目。さあ3枚目。さあ4と、さあ5、さあ9、さあラスト、やばくないですか、これは引き強いでしょう。これはこれあれでしょう、違うのか、違うクラスかね、ちょっと分かんない、ちょっと待って、このクラスって違うの、あ、違うっぽいわ。そうっすよね、惜しいな、出たと思ったわ。
水平かでしょ。違うわ。違うっすね。微妙に違うっすね。ちょっと。いやー、来たと思ったんですけどね。じゃあ、もう一回行きましょう。そう簡単に甘くないと、あ、ブーできたと。あ、頼む。やめやめ！どうよ。よしよし、スリーまで行ったか、次が。ないと。とは。アクーラと。まあ、クーラ狙ってるんだが、そっちじゃないという感じっすか。17号。お、いいんじゃないですかこれ。ですよね。とはそんな出る。あ、いいんじゃないですか今。これピックアップされてたキャラクターって違うかな。フリーパワー出たでしょ、これ。フリーパワーが出て、で、まあ、ゴッドの悟空とベジータが出たと。いいじゃないですか。あと、クーラとガンマいけたら、最高と。いいっすよ。お、ロテンと17号が来たぞと。さあ、2-3まで来た。あれ、おー、あ、来ました、引きました。これは確定っしょ。これ違うとかないよな。え、これですよね。ちょ、久しぶりすぎてね。自信がないのよ。パッと見。もうキャラが増えすぎてて。今のは引けたでしょ。今のは引けたはず。オッケー、オッケー、いいよ。いいよ。あと、ガンマ1号引いちゃっていいよ、ガンマ。まあ、でも、クーラ引けたからな。あと1体ぐらいなんか、ピックアップ来てくれんかな。なになに？トランクス。いや、いいな。最高っすね。これは間違いない。これだってもう、虹色になっても。で、今ね、3回引いたんで、1回無料で引ける感じなんですよね、これ。この無料でちょっとガンマとか引けちゃったりしたら最強っすね。おー。ベジータ、ピッコロ、グーと。どうよ。あ、でも、話す、お、これはやばいな、こっちがやばいな。あ、来たー、2枚目。2枚目来たわ。ある意味、神引き。
ばいな。できたら別キャラが良かったっすけどね。やばいな、この引き無料分っすからね。これはさあ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 、ああはいはい、海王神さんね。いや、やばい、やばいな。どうしたどうしたって、何があったのどうした。結構来ましたよね。どうしよう。おっとめっちゃ引くな。おっとめっちゃ引きますよね。一応ね、狙いはガンマ1号で狙って引いてたんですけど、まああとクーラー、まあクーラー引けたんでね、もうこれこっち引くっすか。あ、でもそういうことか。まあまあ続けて、まあ、回しますか。あとね20連いけるんで行きましょうか。あと20連ね。おーおお、めっちゃ来た。花手が弱い弱い弱くない、花手弱くないですか。あっちまで行ったか。いや、今のところ完璧ですね。とはめっちゃ来るな、めっちゃ来るやん。いな、イチゴ引けんかな。イチゴ、おっと、イチゴバーター、イチゴ引けんかな。おっおっ、なんか良さげな感じのベジータが飛んできました。さあ、ラスト行きましょうか。今めっちゃ出るな、本当に。さあ、おーっと。さあ、よし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 、いい感じ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 よ、これ。きた。さあ、ラスト決めてこい。頼むからもうダブランコ引け。頼むから持ってないキャラにして。さあ3枚目ぐらいでしょ。さあ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 、まあまあクーラー来るよね、ピックアップされてるのね。さあここでよし、ガンマ1号よし、もう完璧っす。これは神引きだわ。もしかも。ああ、オッケーっす、オッケーっす、オッケーっすよ。オッケーっす。いや、いい感じだな。おい。あ、いいっすね。やりました。やりました。これでね、一応、ちょっ
と石集めてあと1回回したら、まあ、無料分ね引ける感じになるんで、まあ、それ引いて、あと1回回す無料分引いて、まあ、こっちは終わって次こっちね石貯めてこっちに、まあ、回せるだけ回してそうですね、まあ2号ですかね。2号、ガンマ2号をちょっと狙っていこうかなっていう感じですね。さあ、そんな感じですね。まあ、このリセマラの結果が、まあ、もしね、気に食わない場合は、まあ、ここでアンインストールして、またインストールして、まあ、皆さんやっていただいたらっていう感じになりますね。で、自分はまあ、結果的にはもう満足してるんで、これで、リセマラ。これでちょっと始めてやっていこうかなと。いう感じですね。まあ、よかったらね、高評価の方と、まあ、チャンネル登録の方、よろしくお願いしますと。それでは皆さんまた。